放送席伊藤純也選手です。見事なゴールでした。振り返ってみていかがでしたか？そうですね、まあ思い切って言ったらいいところに来ました。自分のゴールで勝ったのは嬉しいですし、まあチームが勝てたことが一番嬉しいです。怪我これでいつどこでしたか？これは分かんないです。この前の試合だと、あ、昨日か一昨日の試合だと思います。やっぱ結構相変わらず当たり強い怪我も、いやまあそうですね、毎試合結構やっぱフランスリーグ荒いんでやられますね。厳しい練習をしてますけど、まあ、自分的にはコンディションは大丈夫です。続いては伊藤純也選手はセカンドユニフォーム、色味など含めていかがでしょうか？色味は紺です、あとは、まあ谷君が言った通りちょっと着やすさが、はい、タイトで良くなりました、はい、ますますの素晴らしいプレーを期待しましょう、やっぱりスペインがポゼッションが上手くてドイツのプレッシャーを外して、るなっていう印象はありますし、まあ、ドイツ相手に圧倒してたっていうか、試合内容はやっぱ圧倒してたと思います。まあでもやっぱポゼッションができるチームでラインは高いんで、まあ、本当うまいですけど、いい形で取れれば本当にチャンスになるかなと思います。ありがとうございます。距離にすると60メートルぐらいあったと思いますけども、まあ、前節の悔しさ晴らすゴールになりましたかね？前節1対1外してしまって、まあ、チームも引き分けてしまったんで、今日はしっかり決めたいと思ってて、まあ、それができてよかったです。PC をご覧になりました？ちょうど練習なかった時だったんで、みんなで何人かで見てました。どのシーンが一番印象に残りました？でも最後の方しか見れなくて、8回と9回だけ見てたんですけど、まあ、でもやっぱ最後三振で大谷選手がやったところが印象に残ります。